はい、どうもー、水溜りボンドです。お願いします。お願いします。毎日頑張っていきましょう。はい、頑張っていきましょう。トミーです。トミーです。お願いします。今日は何の日かって言ったら、うん。あれですよね。トミーの日です。大間違いです。大間違い。普通に、ハロウィン。ハロウィン？ちゃんとやってる人いないんじゃないかっていう。渋谷にいるヤカラどもは、お兄さんお姉さん、コンビニの食品を、まあ、全品買ってて、うん、だいぶ減ってるんですよ。めちゃめちゃ減ってるでしょ。なんなら酒ちょっと減ってないけど、一本。ハロウィンっていうのは何をする日かってことだね。そう。仮装してる人にドリックアトリートって言われて、お菓子をあげて、うん、そういうお祭り、ここにあるものを、うん、配ろうと。お菓子あるよって、うん、だからもう一瞬で全部なくなるってことでいいよ、ね。マジマジ、そういう日だから。どんくらいで履けるのかな。いやいや、でもハロウィンだからね。いや、お菓子邪魔になるから、バッグ今日持ってない人多いから、多いから、いや帰ってくんねって。もういらんって、いらんって、多分言われるんだよね。じゃあ僕はこのぐらい配ります。じゃあ僕これとあったこまち。よし、じゃあ行きましょう。そしたら行こうか。ここの突起ない。とりあえず、うん、ラファオワさんっていうお菓子を配る。はい。でも僕らは配らなくても、うん、お菓子に引きがあるので、うん、いけると思うんです。行きましょう。で、まあ、とりあえずさ、うん、あんま喋んないでしょ。友達に会ったらもう全部脱ぐ。いけいけいけ。あれ。ハマってる。渋谷にハマってる。お菓子渡していきましょう。恥さらしじゃん。お菓子いるんかな、俺らの。俺らってバレた方がまだいい。まだいらないな。おいおお。お前ら見るよな。ありがとうね。ありがとう。これお返しにどれかどうぞ。どうぞ。ここにいろいろ入れといていいんですか。もう忘れたこっち入れていいんですか。あ、全然あるんだ。ありがとうございます。ありがとう。らっきょうと、らっきょうと味噌が、この人は店員さん。この人はもう出せるんですか。この人は休んでる。この人休んでるぞ。おい、おい、バレるからやめろ。そジャパニーズスパイス。スパイス、ベリーグッド。あ、ソーリー。ソーリー、サンキュー。ラッキョ。いや、ソーリー、ソーリーラッキョっていう。Thank you.
誰かいたらもうすぐ渡そうと思う。奥行ってみましょう。やべえよ。見事、うん、まあお菓子どんくらいかな、言っても5000円分とか、うん、多分そのレベルだよね。でこいつ残ったけどね、お前が居残りで食うしかない。お前最悪だ、これ全部食ったらもう血圧が爆発して死ぬぞ。いやだ、絶対その味噌全部使ってな。まあハロウィンに2年ぶりぐらいに来て、うん、楽しかったね。楽しかった、うん、まああの行く人は怪我とかないようにだけってことだね、うん、きっと来年とかね、うん、はい、ということで以上今日の三つ編み問題でした。はい、ぜひチャンネル登録してください。はい、また明日、ありがとうございました。 OK。